トミー・ジェームズザ・ションデルズはアメリカ合衆国のロックバンドである。1960年代当時の日本での名称はトミー・ジェームズとザ・シャンデルスだった。前身バンドを経て1962年にトムザ・トルネードーズとしてロングポニー・テールでレコードデビューした。1964年人気歌手トロイ・ションデルにちなんでバンド名をザ・ションデルズに改名。 ザ・レインドロップスのカバー、ハンキーパンキーをローカルレーベルからリリースし、1965年に解散。1966年、トミー・ジェームスがピッツバーグで新生ザ・ションデルズを結成し、ハンキーパンキーでメジャーデビューし、7月にビルボードホット100で2週連続1位を記録する。1967年から1968年には、アイシンク・ヤー・アロー・ナウ。 モニーモニーがヒット。そして1969年にシングルクリムズ・ウント・クローバーを発売し2月1日付のビルボード・ホット100で第1位を獲得した。同年クリスタル・ブルー・パースエージョンもヒットしている。やがてトミー・ジェームスはソロ名義で1971年にドラッグ・イン・ザ・ラインをヒットさせた。彼は長い低迷の後1980年に カムバックヒットを放っている。ありがとうございます。